両金持ちは中華民国の軍人、実業家。新末は幸福会に加わり、民国成立後は北京政府、五方軍政府の軍人となった。原名は戦後、字はタイの、1899年、秀才となり、1901年、臨生となる。1906年、習近と知り合い、幸福会に加入した。同年12月、 石膏省で軍務に就く。1907年、ホテ陸軍軍艦学校促成課で学び、卒業後に再び石膏省の新軍に戻る。1909年12月、厚生省へ移動し、兵備どころで勤務する。しかし今、佐向と共に革命派の雑誌を刊行したことを咎められ、辞職して香港へ逃亡した。1910年10月、 石膏省へ戻り軍務に復帰している。1911年10月の武将記事勃発後に、旅勤持ちは石膏省の革命派放棄に参画し、さらに取水率いる上海攻撃主体の参謀長に任じられた。1912年1月、節軍第11強強党に任命され、まもなく軍政改組により節軍第6師市,市長となった。1913年、 過去改元指令に認じられ、翌1914年、過去陳守氏に転じた。1915年12月、遠征外が皇帝に即位すると、旅勤持ちは一等男に封じられた。しかし五国戦争勃発後の1916年4月に、両は決起し、態度が曖昧であった石膏将軍主術を追放して、石膏将の独立を宣言した。これにより旅は、 同年7月に、省内各層から、石膏特軍権順安市に推挙され、北京政府もこれを追認した。1917年1月に辞任し、同年7月の長君の副壁の際には、断気髄に従って、長君を討伐した。その後は、五方軍政府に転じ、1918年8月、沿節軍総司令に任命された。1920年には、 公衆軍政府参謀部長に就任している。1921年5月、辞職して天津に偶居し、以後は様々な企業を企てたが、何度も失敗に終わっている。1937年、国民政府から石膏省難民救済協会委員に任命される。さらに石膏省難民選職講師を創設して、その総経理に就任した。 1946年、石膏省参議会副議長に任命された。中華人民共和国成立後も、旅金持ちは大陸に泊まる。公衆老軍委員会委員、公衆高裁、推奨委員会委員、中国人民救済総会公衆分会副主席、石膏省政協委員会委員などを歴任した。1954年7月22日、公衆で病没。 去年76、ありがとうございます。